んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、甘いものでストレスをごまかすのをやめるです。ついついストレスをごまかすために甘いものを食べ過ぎてしまって罪悪感に浸ることはありませんか？甘いものを食べると幸せになりますが、それは子どもの頃の話です。大人になったら実際にはそんなにあなたを幸せにしていませんよね。特に40代になったらそろそろ甘いものを控えるべきでしょう。太ってしまうし、老化が早くなります。これは困りますね。でも、何のかんのと控えられないとしたら、意志が弱い上にストレスにも弱いんですね。今日はそれを直しましょう。甘いものよりももっと良いものを目指せば、きっとやめられますよ。では、いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。できれば3歳がいいですね。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは食べてストレスをごまかしているよね。甘いものを食べてイライラした気持ちをごまかしているんだよね。大人の自分はそれで困っているよ。太って醜くなってしまうんだよ。美しくないだけじゃなく、気に入っていた服も着れなくなるし、おしゃれができない。これじゃ嫌だよね。楽しみが減ってしまうよね。その上、病気になるリスクが高まる。だから甘いものを食べるときには必ず罪悪感を感じている。体に悪い、醜くなるって思うからね。せっかくの幸せな時間が罪悪感の時間に汚されているんだよ。辛いね。甘いものを食べている時だけは確かにストレスを忘れられるけど、本当にはストレスから解放されない。だからまた甘いものが食べたくなってどんどん太ってしまうんだ。恐ろしいね。だからストレスをごまかすために甘いものを食べるのはやめなさい。甘いものがストレスを和らげてくれると思うのは幻想だよ。甘いものはストレスを増やしているんだよ。そもそもあなたは今まで甘いものをもう一生分食べたよね。もう十分でしょ。それよりもストレスと向き合いなさい。あなたは確かにストレスを感じているよね。でもね、あなたは頑張っているんだよね。頑張ってもなかなか結果が出ないこともあるけど、その頑張りは無駄になってはいないよ。やりたくないことがあってもちゃんとやろうとしているんだね。それはすごいことだよ。偉いね。腹が立つことがあっても我慢して抑えているんだよね。そんなあなたをかっこいいと思うよ。すごいね。あなたを幸せにするのは甘いものではなくて、あなたを大好きな未来の自分だよ。あなたをとても愛している未来の自分なんだよ。未来の自分はあなたのことが大切だから、甘いお菓子ではない別のもっと価値あるものを与えてあげたいんだよ。ストレスを感じた時はいつでも未来の自分を思い出しなさい。未来の自分は美しくて若々しいんだよ。そしてあなたが本当に欲しいものを持っている。あなたの望みを叶えていて誰よりも輝いている未来の自分、能力が高くて誇らしい自分、素敵だね。そのことを思い出しなさい。未来の自分は重要な仕事をしていて、部下の憧れ、
かっこいいね。素晴らしい家に住んでいて優雅に時間を過ごす自分。強い精神を持ち自信にあふれている。それが未来のあなたなんだよ。その未来の自分の方に向かって進みなさい。できるよ。あなたが望めばちゃんとできる。強い意志を持ってそっちに進もうね。できるよ。未来の自分はあなたをちゃんと導くよ。